ね、今回のお題はヒュッテです。前回はちょっと仕事で屋久島のことを全然知ることができなかったので、今回の旅はちょっとゆっくり観光して屋久島をもっと知るために過ごした時間でした。で、みんながこの作り上げたヒュッテをまずは大事にしたいなっていうことで、それぞれの気持ちでヒュッテ、どんな字でも、英字でも、カタカナでも、ひらがなでも、どんな書き方でもいいので、ヒュッテっていうのをそれぞれのこのヒュッテ愛を込めて書いてほしいなって思います。大工の鈴木です。今回は、書道家のエリ先生にヒュッテというテーマで、習字を書きたいと思います。僕の、書く字は、僕が書いた字は、じゃん、仲間。やっぱヒュッテは自分たちの仲間と作り合いだところなので、まあ、これからもこの仲間、同じメンバー、もしくはメンバーを増やして、このヒュッテを盛り上げていきたいなっていう気持ちで、この仲間にしました。どうですか、先生？はい。すごく優しい、性格が出てる。優しい字だなって思いました。うん、素晴らしいです。ありがとうございます。はい、ヒュッテに3年居ついてます、カズミーヌです。やっぱヒュッテは最初に来た場所なんでね、もう決まってます。お、じゃじゃん、屋久島プロジェクト。やっぱりね、一番最初に来たのは屋久島プロジェクトのために来て、住んで、その中で民宿やろうと決まったヒュッテなので、全ては屋久島プロジェクト、なんかね、すごく可愛らしくて、なんかカズミンらしい優しい字ですね。ありがとうございます。おはようございます、三宅です。ヒュッテの思い、一文字で表してみたいと思います。はい、僕の言葉は縁で、個性が光る素晴らしい字です。ありがとうございます。